素敵。あ、すごいね。あ、ピンクだ。え、これいいな。あ、本当だ。おお、すごいすごい。の。え、マジで上手。すごい。上に。なん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 な。社会の点数は？国語の点数は？朝ごはんを食べ終わって学校に行くので最後の確認をしています。今は社会のテスト勉強をしてます。お、自信のほどはどうですか？応用問題とかが解けるかちょっと心配です。もうね、国語と英語は終わってるんだよね。うん。で、今日は今日は社会と理科と数学があります。じゃあ続きやります。東アジア、超高、高が学校の試作が終わったので学校に行きたいと思います。お、テスト頑張ってください。はい、じゃあ頑張ります。行ってらっしゃい。じゃあ行ってきます。ということでテスト終わりました。イエーイ、やった、やっと終わったね。うん、勉強もね、たくさん頑張ったので今からちょっとみんなでお出かけに行きたいと思います。やった、やった。今からね、車でお出かけするんだけど、ちょっとね、とあるものが届きました。え、何せ？それは、こちらです。何せ？何せ？さあ、これは何でしょう？茶色欲しい。プロテクター。あ、よくそれ。あ、これはね、ジュニアシートです。あ、ジュニアシートね。こんな感じで、そう、コンパクトなんだよね。なんかすごい。すごいね。ね、取り外しができてね、持ち運べるんだって。持ち運べるんだね。これが、おー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 、ゆうきもかっこいいなと申しております。アウト。これは今日はね、シノの座席に取り付けて出かけ行きたいと思います。やった。じゃ取り付けてみよっか。せーの、シノの席にここにね取り付けたいと思います。隣はね、ゆうきくんだね。うん、お父さんにね取り付けてもらいます。はい、お、すごいね。あ、開くんだ。おー、あー、逆か、こうだね。すごいコンパクトになるんだね。ね、あ、おー、かっこいいじゃん。カチャンカチャン。あ、すごいかっこいいね。え、もう終わりな。簡単だね。シノの新しい入座席です。へー、いいじゃん、かっこいいね。シートベルトも入る。あ、ここにね、ちょうど入っていいね。本当だ。じゃあ、シノ、座ってみよっか。じゃあ、シノが座ってみます。お、ゆうくんも発狂しております。気持ちいい。あ、ほんと。でも、シートベルトシートベルト。あ、ぴったりじゃん。ね、いいね。ね、いいね。シノが自分でシートベルトしています。いいな、姉ちゃん、新しいのな。ほら、姉ちゃんやってるぞ。使わない時にね、すぐ取り外せるね。そうだね。雪が見ております。姉ちゃんがシートベルトをしているのを見ております。うん、いいな。姉ちゃんのシートかっこいいな、雪。じゃーん。お、できました。あ、いいな、シノにぴったりだね。ぴったりだね。ゆうくんもこれ、いつか使う。そうだ、使えるね。そうだね。ということで、じゃあね、今からね、みんなでお出かけしたいと思います。なんか撮ってるの、それ。お財布、お財布か、お財布。じゃあちょっとね、ブラブラしたいと思います。ゆきくん、ご機嫌ですか？いいね。ゆき、いいね。高いよ、ほら、高いね。気になるね。高い高い。いいね。高い高いだ。パチナパチナ。おお。パパ。待って、落ちる。落ちちゃう。落ちちゃう。いくー。お、
素敵。あ、すごいね。ゆくん。あ、タッチタッチすんの、いいね。タッチタッチ。いいね。ぴょんぴょん。ぴょこぴょこ。お、お。お。いいね。いいね。お茶しに来ました。ということで、タリズでちょっと休憩です。はい、いただきます。お、さや何飲んでるんですか？あ、美味しい。私はブラッドオレンジ飲んでます。ゆかとしのはリンゴジュースです。あ、美味しい。お、じゃあさや、テストはどうだった？最初分かる問題からやってて、まあ、そこは早く終わったんですけど、最後に難しい問題残してたので、そこを解く時間が結構足りなかったです。お、時間がギリギリだったそうです。はい。何の科目だったの？理科と数学がね、大変だったかな。なんか数学がね、最後よく分かんなかった。最後よく分かんなかったの、うん、もう次学校行ったらテスト返ってくるからね、うん、楽しみですね。一番点数取れた自信がある科目は、数学かな。お、数学は自信あるそうです。一番点数が取れなさそうなのは社会かな。お、社会が自信がなさそうです。理科かもしれない。あ、理科かもしれない。どっちか、社会か理科のどっちかかな。さあ何点でしょうか。トゥン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 トゥ最近ね、今更ですが、みんなでやってます。はい。さやはこれだね。うん。で、レイカはこちらです。はい。レゴショップ来ました。え、すごい。最近ね、レイカとシノがすごいレゴ好きなんだよね。うん。花が今一瞬本物かと思った。すごいね、これね。こわ、手になってる。マイクラ欲しい。おー、マイクラいいね。マイクラ、あ、フリッポーね。フリッポー、うん、あ、船、おー大はしゃぎ。マリアですね。かわいいね、このルイージね。じゃーん、これ買いました。シノはこの雪だるま作れるセットね、買いました。はい。レゴ大好きなんだよね。うん。ジャンプショップ来ました。レイカはワンピースのコーナーか。ワンピース。おー、ナミです。あ、ちょっとあの帽子ね、かわいいね、うん。お母さん、このエースの帽子がいいな。え、かわいい。おー、鬼滅の原画展だね。うん、いいね、行きたいね。すごい。ねえ、ほら、悪魔の実だよ。ね、サーヤは何の実かな。お、シノも何の実かな、これは。お父さん、お父さんは悪魔の実かドラゴンボール、どっちがいい。通信中じゃん。あ、通信中。あ、センズもいいね。センズもいいね。お父さんとお母さんね、上陸時やりたいと思います。行きます。せーの。あ、リショ。リショだ。リショはレジョン。え、マジでジョンだよ。すごい。やった、やった。確かにお父さんが好きだからさ、息が止まっちゃったんだけど。お父さんが好きなやつじゃない。なんだろう。もう一枚。夜の。夜の。あ、エッチショー。エッチショー。スタールでーす。でもこれすごい。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 どれにする？どれにする？どうしよう。夜のが欲しいけど。リオ。洋輔を、ね、ここに入れました。なんかね、最初 D だからポカンってしちゃったね。止まっちゃった。洋輔と、あとね、リオね。リオね。まだこのジョルノが欲しかったんだけどね。なかったね。なかったね。これね、この人泣きます。ガングリキャワーカク来ました。かわいいね。ユクだってこれ。
ね、あ、リュックなの？え、かわいいじゃん、これ。これめっちゃかわいいじゃん。こっちボールペン付けだって。ボールペン付き。ジジ。ラジ。あ、ジジもかわいい。シノは猫バスを走らせています。本当だ。これがいい。カセット型のメモ帳かな？うん。え、すごいね、これ。すごい、かわいい。レイカはアーヤとね、マルのメモ帳を買ってきます。はい、みんなでこのショートトラミーつけたをやりたいと思います。やったー。何にしようかな。じゃあこれ、レイカはこちらです。青だね。あ、トトロ、うん、じゃあ私はこれにしようかな。じゃあこれね。うん、ひなはこれ。お、早っ。それ決まってたの。ひなはこの包みだね。うん。さあ、どれが出るかな。どれかな。ということで、トトロでね、小包み買ってきました。はい、開けてみよっか。うん、ね、開けるのもったいないけどね。さあ、何色が出るでしょうか。何色だろう。じゃあ、開けます。いや、せーの。あ、ピンクだ。おー、ピンクかわいい。あやはピンクのショートトロでした。狙ってた通りだね。いい、うん、めっちゃかわいい。お、シノもピンク。みんなピンク。だけどシノちょっと違うよ。ピンク、あ、少し色がピンが違うけど、シノもピンクでした。お、あ、あったあった。そしてまさかのレイカもピンク。すごいね。3人ともこんな感じです。あ、そうだね。みんなこのチェリークォーツ、活力の石だね。生命を司る。赤はパワフルな活力と出現力を与えてくれるだって。フライングタイガー来ました。お、もうハロウィンだね。見て見て。なんかこれさ、前違うのいたよね。うん。ハロウィンバージョンだ。これが欲しいの。いや、あ、これね。本当だ、ホンテッドマンションの。ねえ、ね、え、これが欲しいの。いや、え、目玉が。目玉、え、すごいね、これ。今なんか閉じてて、こうしたら。あ、本当だ。おー、すごいすごい。カチカチしてる。え、かわいいね、このキッチンタイマー。うん、鍋のもいいね。うん。これ、ゆうきくんがいるよ。これ、ゆうきくん。わ、マグネットだ。めっちゃ金塊ある。これ金持ちですな。え、これいいな。え、これめっちゃ可愛いじゃん。うん、写真アルバム。ここにさ、袋貼った。おー、いいんじゃないの。うん。え、一応これ持ってきます。私のほら、メタモンいる。メタモン。メタモンじゃないの、あれ。メタモン。私は金にします。今回の一つ目は、この金ピカのトランプカード。かっこいいね。じゃあこれとこれね、うん、買って帰りたいと思います。はい。ゆうくんがベビーカーに座ろうとしません。ゆきさん座らないの。何うれ。満足な顔して。ゆうきのことだよ。あ、そっか。えおれ、おれのことだよ。聞いてる。聞いてます、ゆき。もしもし、俺のことだよ。座らない人。はい、はい。晴れママキッズ TV ということで、全教科テスト帰ってきました。お疲れ様でした。じゃあ社会の点数を発表してもらいたいと思います。はい、社会の点数は84点でした。私的には結構わかんないところ多かったんですけど、意外と取れててびっくりしました。80点超えたから安心だね。うん。じゃあもう一つ点数発表してもらいたいと思います。はい、じゃあもう一つは国語を発表したいと思います。国語の点数は91点でした。イエーイ。90点台取れました。はい、中学校入って90点でまだ取ったことなかったんですけど、取れて嬉しかったです。で、国語はね、80点満点中で70点ちょっとだったので、パーセンテージですると91点だね。うん。で、教科書読んだりドリルやったりね、最終的にね、頑張ってたもんね。うん。成果が無事出たかな。あ、出ました。またね、2ヶ月後にはもう期末なので頑張ってください。はい。中1の皆さん、一緒に頑張りましょう。
最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン押してね。また見てね。バイバーイ。